新年奉仕の破壊区弁真年は、江戸時代初期の高野清その生涯の長らくにわたり、四国八十八箇所の巡配を行うとともに、それにまつわる様々な活動を行って、四国遍路を広く人々に知らしめたことから、遍路の父、四国遍路中高の祖と言われる。土佐国の生まれとされ、遍路巡拝を行わない時には、大阪の寺島で暮らし、自らを、 塗装する図だと称した。変路石マネンが四国に混流した現存する24機の標石の一つ。ためふぼろくおや、ぼだ銀別島なりと記されている。四国88箇所を20回以上歩いて巡拝し、四国変路について現存する初めての旅行案内書と、いわれる四国な児童子南と、その霊元気である四国霊駆読記を出版し、また、 変路に宿を貸す人を募り、自ら変路屋の混流や標石を200基余り増流をして、庶民の四国変路が定着したとされている。また、雲一堂導弱本の四国霊霊上記の作成に資料を提供した。同期には、初めて各自の風景が描かれていて、当時の寺の様子が四角で分かり、各札所の縁に由緒がまとめられている。同期により、 四国変路に興味を持った読者が、真面の本を持って、四国変路に出立するように意図されている。以上の功績を残して後、元禄の初期に、変路順配の最中、佐抜国高松藩三木軍内において、同軍の大町村と原村を結ぶ、もっと伊東家の東側にて、投資したとされる。墓は、現地の人々の手により当初は、もっと伊東家付近の丘に建てられたとされるが、 後に、地域の墓地整理などの右翼曲折を経て、群れあざ大町の南三枚墓地に、無縁物として置かれるも、さらに後1980年に、同墓地にて発見されたことで改めて手厚い供養を行う、意図のもと、現在は、香川県高松市群れあざ修士の須崎寺に置かれている。ありがとうございます。